皆さん、こんにちは、マーティン、大の脈をば、キングです。プラッキュー、横浜巨人にいた、金城達彦さん知ってますか金城選手、マシンガン打線途中から加わったというか、まあ、ルーキーやちょっと怪我ですね、は、まあ。一応、新人王獲得した選手でございまして、まあ、外野本当に安定して、弾力が本当にすごいんです。はい。もう、リードオフマーとして本当にすごいです、金城選手。はい。回も務めてすごい。まあ、 暗黒時代の横浜といえば、やはり金城選手いますね、田村選手のほかにも金城選手とか、はい、いろいろ、まあ、中畑時代も本当にすごいですしね、FA で巨人に実は移籍してからはちょっと控え要因で、何のために取ったかは謎でございますが、もう外野の守備も安定してるそうで、本当に真ンガンというか、d n a 打線をもう核の存在でございます、本当に安定してる選手でございます。はい というわけで以上です。バイバーイ。